皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。青汁王子、こと実業家、三崎優太氏、35、が30日、自身の X、旧ツイッター、を更新。奇跡が起きた、震えが止まらないと綴り、救いの手が差し伸べられたことを明かした。写真、家賃、9万円、の新居で袋ラーメンをすする青汁王子。三崎氏は8月13日に、 何を隠すこともなくお金がなくなりました。リアルになくなりました、年、8万6130円となった預金残高を公開。株式の信用取引で大損したことを明かし、すっからかん王子と自虐していた。また、家賃、1700万円の、青汁ヒルズから、35年ローンで購入の家賃、9万円。 相当のマンションへの転居も報告していた。週明けには月末の支払いがある。そこが僕の事実上のデッドラインですとし、最後の金策もダメでした。事実上の破綻だ。なんでこんなことになったんだろう。後悔しか込み上げてこない。酒が欲しいと知るし、支払いに追われて必死にもがいているところに、石破ショックが来た。これ以上、苦しめることはやめてほしい。 しんどい、しんどすぎるよと、絶望的な状況だと明かしていた。そんな中、29日夜今とても気が動転してる。奇跡が起きたかもしれない。目の奥底から涙があふれて止まらない。神様はいるのかもしれない。でもまだ信じられない。明日にならないとわからないから、今は祈り続ける。もうそれしかできないから、もし絶望の淵からよみがえることができれば、 愛すべきフォロワーの皆さんに最後の恩を返したい。2024年10月13日を迎えるまでにと綴っていた。30日午前11時40分過ぎ、奇跡が起きた、震えが止まらないと投稿。令和の虎に出ている某社長から3億円の振り込みがありました。急に連絡が来て、何の担保もないのにさ、貸すよって言ってくれて、半信半疑だったけど、 本当に入金されてどう恩を返してよいか分からない、でも信じてくれてありがとう。最後の最後に救われました。これで月末を乗り切れる、と、入出金明細紹介の画像とともに救いの手が差し伸べられたことを明かした。その社長とは特に仲良くもないし、そんなに深い関係もない。まさかこの人ってびっくりした。借りといて大変失礼だけど。 本当にお金持ってるんだって思ったと美咲氏。今回の窮地に、令和の虎の人たちには本当に手を差し伸べてもらった。そして最後の最後にこんな僕に3億円も貸してくれた。もう涙が止まらないと感謝の思いを。口だけの偽善者もたくさんいた。態度を急変して偉そうにするだけやつもたくさんいた。でも、こうやって手を差し伸べてくれる人もいた。 本当に困ってる時に受けた恩は忘れません。次は自分がたくさんの人に恩を返せるようになろうと思う。本当にありがとうございますと感謝した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。